免疫学とは、生体の持つ、免疫機能の解明を目的とする学問分野のこと。主に、基礎医学、史学、薬学、生物学、臨床医学による研究が行われている。免疫には、生物が広く持つ、自然免疫と、哺乳類や鳥類が持つ獲得免疫がある。抗体の機能を担う免疫グロブリンの多様性の、生成機能、 B 細胞、T 細胞の抗原レセプターの多様性形成機構、リンパ球内でのシグナル伝達機構、リンパ球の発生、分化、成熟機構、細菌やウイルスなど病原体と生体の相互作用の解析、自己と非自己の識別機構の詳細など、対象は多岐にわたる。過剰免疫応答による疾患や自己免疫疾患の、病理と治療法の理解や、 免疫機能の更新による保存的治療法の研究、一触免疫学など今日の医学における免疫学は臨床医学と密接な関わりを持つ。人は古くから一度かかった病に二度目はかからなかったり、二度目は軽い症状で済む場合があることを経験則的に知っていた。紀元前5世紀に記されたトゥキディベスの戦士ではアテナイの疫病について 二度なしという言葉を用いて免疫について記した。14世紀にはヨーロッパでペストの流行が頻発しキリスト教騎士や修道士が患者の手当などの事前活動に当たっていた。事前活動に当たっていたキリスト教騎士らの中にはペストにかかりながらも奇跡的に回復した者もいたが彼らはその後ペスト患者と接していても二度と病にかかることが なかった。このような現象は、神のご加護によるものと信じられ、ローマ教皇から、過液や課税を免除され、後のイミュニティの語源となった。一方、天然痘でも免疫性が、経験則的に知られており、西アジア、インド、中国などでは、天然痘患者の脳を健康な人の皮膚に塗って、免疫を得るという呪術的な方法が行われていた。 この現象に注目したエドワード・ジェンガーは1798年に牛頭摂取による天然痘ワクチンを公式に発表し、ジェンナーは近代免疫学の父と呼ばれるようになった。ジェンナーの天然痘ワクチンのメカニズムを科学的に分析したのがフランスの生科学者ルイパスツールであり、弱毒化した微生物の摂取により免疫を得ることができることを解明した。 さらにエミール・アドルフ・フォンベーリングと北里柴三郎はワクチン接種により生体が獲得する免疫の正体が血中タンパク質である抗体によるものであることを突き止めた。また、ロシアのイリアメチニコフは免疫の本質が血液中の食細胞と生体防御の双方の働きにあると考えた。ジェンナーの主導に始まった免疫学は 現在幅広く発展し、生命現象を全体的に理解するために欠かせない学問となっている。現在では、各種免疫疾患のメカニズム及び治療法の確立が問題である。ありがとうございます。